はい、はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。はい、おはこんばんちは。はい、ということで、はい、ミュージック高校です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、はい、じゃあ今日は、はい、じゃん。まあ結構 LP では人気のミュージシャン、うん、チェット・ベイカーなりますね。ちょっとサムネと一回。サムネ、はい。なんかやります。もうちょっと前。どうすればいいですか。お前が思う、はい、いいサムネでいいよ。あ、そうです。まあ、そんなこと言われても、あ、これがいいんだっていうふうに思われる。何でもそうしょ。いやいや、僕は一応、やっぱりね。いや、いつも人なんや。やってますよ、一応。そう。やってますよ、基本的には。はい。ですね、一応この版はですね、うん、ベイビーブリーズという名前で出てまして、うん、まあ、どうしても、とりあえず一曲かけてからがいいんですかね。あ、長くなるんだな。いや、そんなこともないですけど。じゃあ曲だけでしょ。あ、曲だけ。じゃあ、まあ、あれですね。Born to be Blue でしょうか。うん、で、これ、迷うところで、うん、まあ、基本的に、チェット・ベイカーって言ったら、うんうんうん、まあ、トランペットで、まあ、うんうん、出てきた人なんですけど、うんうん、それと同時に、ちょっとこのボーカルの、先ほど。でも、結構、うん、歌われるということで、うん、それでまあこれかけちゃうとトランペットがかからない、うん、そういうことですよね。また取ればいいやん。そうですか。じゃあまあとりあえずはチェットのボーカル、ね、そうボーカルになっちゃいますけど、まあ Born to be Blue ということで、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow they say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving created for, 'cause I was born to be when I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel.
I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。イモルスパートばっかり。はい、いいよ。ちょっと待ちきれなくて。はい。どうですか、なんか。いや、ね、うん、俺全然聞いたら、なんか、俺、完全に黒人の女性と思って、はい、うん。声を聞いたら、うん、黒人の女性やなと思ったら、白人の男性。はい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 。全然違うよ。雰囲気がね。女っぽい声、ね。あ、そうですね、うんうんうん、女性っぽい。うんうん、で力強い感じ、うん、やっぱそんな感じなんですけどね、うん、一応確かに、うん、なんだろう、ちょっと気だるい雰囲気で、うんうんうん、ね、気だるいっていうのか、なんていうの、なんだろう、声はまあ、なんか、女性的というか、うん、中性っぽい、中性的な声やよね、まあ、そうかもしれないですね、うん、はい、うん、顔は顔はね、ちょっとこの番では出てないんですけど、うん、何でしたっけ、一応ジャズ界のジェームス・ディーンとか言われた、うん、もうすごい色男だったらしいんですけど。ゲイとかじゃないよね。じゃないですね。基本的にはそんな感じのことは聞いたことがないんですけど。うん、はい。でも声が本当女性っぽいし、うん。でも、チェット・ベイカー知ってますよね。はい。豊川さんはあんま知らなかったと。うん、名前なくても聞いたことあるけど、うん。まあ、超有名な一応人なんですけど。はい、うん、で、僕も、この、チェットとの出会いって言ったら、チェットとの出会いって言ったら、まあ、なんだろう。そうなんかね。いえいえ、見てみなさい。まあ、西海岸の方のジャズっていうことで最初は、うん、だったらしいんですけど、まあ、ニューヨークに出てきて、うん、まあ、どんどんその時代の、うん、熱いメンバーたちと交流しながら、うん、まあ、音楽的な、はい、フィールドを広げていくわけなんですけど、うん、やっぱりなんかこう演奏が基本的にちょっとどこか物憂げな雰囲気がするというか、独特な雰囲気があって、はい、まあ、天才だとか、うん、まあ、好きな人は大好きっていうことらしいですよね。で、僕もそれはそう思うんですけど、うん、と同時になんかBorn to be Blue ってこの今回の曲なんですけど、うん、実は何年か前に映画化されていて、うんうん、もう本当にその名の通り、ブルーに生まれついてっていう放題がついてたんですけど。チェット・ベイカーの映画？そう。ちょっと自伝映画じゃないんだけど、やってたんですよね。うん、それは、僕もちょっと解説をこの間読んでたら、まあ、映画見た後なんですけど、基本的にチェット・ベイカーってものすごい、光を浴びて活躍してると同時に、ちょっと、麻薬なんかに手を出して、体調を崩していって、うん、ものすごい、影もある。光と影をもう両方、はい、まあまあそんなの言ったらみんな人間ってそうなのかもしれないんですけど、はい、まあ、圧倒的にその光と影のコントラストがあるミュージシャンだっていうこと で特にその Born to be Blue、 そのブルーに生まれついてっていうその放題のついた映画では主に挫折している時期を長く描くんですよ。で、確か演奏もかなりもうどんどんこなれて人気絶頂の頃に体調崩していって、うん、確かそのいわゆる麻薬の売人とトラブルになって暴行を受けて、うん、歯もかけて、うん、演奏を一時諦めるぐらいの、うん、まあ、状態に陥ると、うん、でそこから、もちろん楽器も持って復活するんですけど、うん、と同時にボーカル歌ってみたところ、うん、なんともいい味で歌うじゃないかっていうこともあって、うん、このボーカルで吹き込んでる曲も多数残っているということらしいんですよね。あの映画は本当に僕見て心に残った映画なんですけど、うん、まあちょっとご存じない方もね、ああいう何だろう、映画の上映期間とかも意外にこういうジャズのとかって短いんで、うん、まあ、もしそんなのがあったんだって方で興味がある方がいたらもうおすすめなので、うん、ぜひ見ていただけたらなとは思うんですけど、本人ね、もちろんです、もう亡くなってるんで、あ、誰がやってたかな、うん、それでまあ
まあそういうことが一つと、それでこの版が、あ、すいません、長々と。あのね、知ってますよ。あれ、何？長いの長いの知ってます、すいません。あそこで聞いたんですよね。金沢で、まあ一応有名なジャズバーといえば、うん、ボクネンさん。ボクネンっていうジャズバーが、まあ、うちの近くにあるんですけど、うん、あれ確かね、音盤祭があったんですよ、うん、送り込み音盤祭が、うん、で、あの台場の裏の県教育会館であった時、うん、よく駅の、うん、駅地下である時と、うん、その県教育会館の、うん、まあ一つのフロアを借りてやってる時とあって、うん、でそっちの高林坊の、うん、そう、高林坊の裏の方なんですよね、はい、春はそうか、あれ春だったっけ、あ、春やったな。春やったね。春はそこで。会いましたもんね。あってね。あの日。秋は、あっちか。あっち、駅か。駅ですね。そう。で、あれ、会った日の次の日かに、ここでまた、ほら、僕らの同級生の、うんうん、動画にもちょっとだけ出てるんですけど、うんうん、JBA のほら、4309。を、ほら、調査ね、調査。調、導入された彼が、うん、彼も行くっていう日があって、うん、で僕また別の日にそれ一緒に行ったんですよ。うん、そこで見つけたん、あ、見つけたじゃないわ。その時は帰ってないな。あ、そう、その帰りに、うち、ん、で音楽聴こうよってことになって、うん、で帰り道歩いてたら、ボクネンさん通るんで、うん、ちょっと寄ってくって話になったんですよね。うん、それでボクネンさんで、カレーライスがそこ、まあ有名で、カレーライス食べながら一杯飲んで、うん、そしたらそこでね、さらっとかかったんで、あ、チェットベイカーじゃんって話になって、うんそれでママさんに今の番見せてもらいますって言ったら出てきた番がこれだったんですよね、うん、なかなかねああいう場所で聞いてたのもあって、うんまあ、すごい染みたんで、うんまあ、いいなと思って、うんはい、でちょっとこの番をずっと探してたんですけど、うん、井上に出てこないんですよね、うんうん、でそしたら、前回の、音盤祭が駅近だった時かな、うんうんあれはね、多分ね、福井のフラミンゴレコードさんのコーナーだったと思うんですけど、うん、たまたま出てて、うん、よくたまになんか個人でネットで出てたりするんですけど、うん、チェットベイカーの番って結構高値なんですよ、割と。うん、まあ僕の感覚ですけど。うん、それで割とまあお値頃でも出てて、まあ状態も良かったんですけど、うん、聞いてみて。これ僕の中ではその音盤祭で見つけたラッキーな番なのと、出会いが一応そういう、うん、感じだったっ。まあ小話してるんですけど。よかったね。そうなんですよね。でこれあと余談だとこの録音の時はトランペット盗まれたらしくてで珍しいんですけどフリューゲルホルンっていう本っていうのを友人からもらってそれで弾いてるらしいんで、うん、あ借りてそうだからこの版に関しては弾いてる曲がトランペットじゃなくてフリューゲルホルンになってるんですよ。なんでちょっとそこもちょっと注目で、うんはい、で調べてみたんですけど確かに音色がちょっと柔らかい感じで、うん、でまあ中の解説なんかまあここの中じゃなかったかなちょっと暗めに出る音色、うん、でその分表情が豊かに出てで本当にトランペットのほど高いとこはちょっと出しにくくなる、うんうん、ちょっとコルネットに形が似てるんだけど、うん、っていう楽器らしいんですよ。それでやったっていうことで、そっちの音も取りたいなと思ったんですけど、うん、まあ一応一曲なので、うん、あえてこのボーカルの、うん。でも多分このバージョンの Born to be Blue はかなり有名で、なんかいろんな編集版にも使われているような気がしますけど。うんうん、というわけで、かなりちょっと気に入った場合、うんうん。で、池田くん目線の話すると、うん、なんかこれね、ライムライトとかっていうレーベルで、うん作られた版なんですよ、うん、元は、うん。で、そのライムライトって、このエマーシーかな？これ今エマーシー版なんですけど、うん、確かそれの子会社だったのかな、うん、あ、違う、エマーシーが、活動をやめちゃって、まあ、系列で、ライムライトってところで、多分できた版で、で、これはね、再発版なんですよ、うん。そしたらね、後ろにあるんですけど、これはね、プラス3になってて、うん、3曲足されてる、うん、で、あと出てた版なんですけど、うん、そう、それで多分ね、オリジナルのライムライトってどんなレベルなんだろうと思って、うん、さっき調べてたらめっちゃレアで、うん、すごい高価取引中だそうですよ、うん、だからなんかライムライトの、うん、ここが、うん、ロゴが違うのもあるで、うん、この紙質さんザラッとしてるのはライムライトの特徴で、これはそのまんま来たみたいなんですよね。
そうでもまあオリジナルだとこの3曲はない。うん、なるほど。そう、うん、なのでまあどっちを取るかみたいなところもあるかもしれませんけど、うん、かなり僕もお気に入りの番なので、うん、ボーカルはの曲って少ない？ボーカルの曲このアルバムの中ではそんなにないかもしれないですね、うん、でもチェット・ベイカーってあのボーカルだけ集めても、うん、あの歌い続けてるアルバムもあるんで、うん、そう、うん、まあでもこの Born to be Blue はよく有名な、うん、あの歌ってる曲としてはかなり有名なですね、うん、はい、うん、雰囲気大好きですね、うんうん、Born to be Blue 意味はブルーに生まれついてっていう生まれついて生まれついてっていう放題が映画ではついてましたからね、うん、でやっぱりすごい2枚目でスターっていう感じでしかも、演奏も天才的っていうので出てきた、それだけで言ったら優等生っぽくなっていきそうなのにやっぱりちょっと演奏の中に初期の頃なんかはちょっとそのアンニュイな雰囲気だとか言うけど、うん、少しやっぱやんちゃさも僕はあったような気がするんですけど、うん、この時期はおそらく体調が悪い、もう時期なんで、うん、ちょっと番としては調子が悪い番が多い時期なんですけど、この番に関してはかなりいいっていう評価らしいです、うん、まあこの時代のやつを全部聞いたわけじゃ僕はないんですけど、うん、この中のライナーだと59年の9月ぐらいからはもうかなり調子が悪いって具体的に書いてありますね、うん、僕59年の8月の晩も実は今日持ってきてたんですけど、うん、それぐらいまでが割と元気な感じとかっていうのを書いてありますよね、うんうん、だからなかなかこのミュージシャンを追うと結構光と影が付きまとうっていうので、うんうん、でも好きな方は好きの多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなかとこんな毎度言ってますけどジャズの諸先輩の前でこんなことを語るのもあれですけど、はい、いやいいんじゃないですか。はい、かなり好きな、うん、はい、ミュージシャンですというわけでしたね、うん、はい、探してみよう。なのでちょっとこれはその、まあ、トランペット元やのフリューゲルホーン、うん、ホーンの曲はちょっと今日かかってないですけど、うん、まあ一応そういうわけで、うん、ボーカルの1曲をかけさせていただきました、うんうんうん、また撮ればいない。そうですね、うん、はい、というわけで今日も1曲ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。おつチャオ。